私が期待していたような展開が訪れずに桜吹雪だけが早まってしまいました。予定では綺麗な桜吹雪がお見せできると思ったのですけども思ったほど強い風が吹かずにちまちまと花びらが散ってしまっていて限界を迎えましたので撮影に来ましたけど、お粗末でございました